皆さんこんにちは。 HJ 文庫編集会議室 HJ 文庫15周年応援隊長特別編集部員の青木優奈です。はい、超編集部員の豊田萌です。よろしくお願いいたします。お願いします。この番組は2006年7月に創刊された HJ 文庫の15周年を祝うべく、私 HJ 文庫15周年応援隊長特別編集部員の青木優奈が HJ 文庫そして兄弟レーベルである HJ ノベルスコミックファイヤーの魅力をお届けする番組でございます。よいしょはい、青木さん、豊田さん、本日もよろしくお願いします。村上さん、はい、疲れてんだよ。なんで疲れてる？みんなして俺の過去で遊ぶからだよ収録止まってる間もみんなして人の過去で思いのほか盛り上がってみんながいろんなアイデア出してきてこれがおもろいんじゃないか、これがおもろいんじゃないかっていう、もう重なっちゃったんです。なんかほら、前の回どこがオンエアになってるかわかんないけど、前クラス T シャツの話したじゃない。あー、はい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 。一回も呼ばれたことないあだ名が背中に書いてある、はいはい、ユーマン事件最初はそのユーマンのままなんだけども、この過去を修正していろんなそのクラスメートと仲良くなることによって愛のあるニックネームに変わっていくみたいなこと言われたから、おホビージャパンごと燃やしてやろうかさぞいい匂いがするだろうねでメロンブックスさんがそれをグッズ化する、メロンブックスも燃やしてやろうかプラスチックが燃える匂いがするだろうねっていうので、ゆうまさんが今どっと疲れてます、ね、こんなにいじられるかね特別編集部員みんな愛しかないですよ、本当に愛、もうみんなゆうまさんも大好きだから。村上さんはさ、はい、俺の気持ち分かる側じゃない。分かります。定期的に言ってくれてたじゃない、まあ、確かに、それは嫌ですよ。自分で分かってても、その人に言われるの嫌ですよ、ね、うんうん、どうなの、俺がこんなにもいじられてるの見て。いや、自分じゃなくてよかったなってすごいリアルすごいリアルな感情めちゃめちゃリアルでも言ってこうよな。でもこれで原作料もらえるわけよ。いや、そうですよ、ね、それがもしかしたら大ヒットしてもうすごいことになるかもしれないですよ。ポヨポン御殿が立つんだ。ポヨポン御殿トヨタでポンベースで言ったけど私のタイトルそれが生かされたんだ今どうもそれは前回までの話だから今回も何でもよろしくお願いいたします。いします、はい、ということで早速なんですけど、うん、今日はですねすごい映像をお持ちしております。あら、すごい映像、え、もうアニメ化されたえ、トヨポン、俺トヨポンの PV が PV がティザーが、ティザーが、ティザーが仕込みだったんだ今あるのに、もうあるのに分かってるのに知らないふりで喋ってたんだ天才だな。じゃあ才能えぐいっすねはい、ではなくてですね、今日は HJ 文庫15周年記念作品でもありますテレビアニメ精霊幻想記のですねオープニングテーマを歌ってらっしゃいます河野まりかさんより、あら、まりんか、番組宛てにコメントムービーを頂戴しております。嬉しい、ちゃんとすごい映像届いてんじゃん。やだやだ、でしょ、ごめん、オープニングで関係ないこと喋ってじゃあね、皆様お待ちかねでしょうから早めに見ていきましょう、はい、早速テレビアニメ精霊幻想記オープニングテーマ、アーティストの河野まりかさんのコメントをどうぞ。HJ 文庫編集会議室をご覧の皆さん、そしてスタジオの青木さん、豊田さん、萌石、こんにちは。河野まりかでーす。HJ 文庫15周年おめでとうございます。すごーい。実は私、ホビージャパンさん原作のアニメに出演をさせていただいておりました。ぜひお祝いをしたいなと思いまして、今回動画コメントを送らせていただいております。そうですね。私、当時はですね、アニメの宣伝隊長としまして、応援番組だったりとか、あとは、ソロアーティストとしてではなくて、キャラクターソングとしてオープニングを歌わせていただいたりもしておりました。懐かしいです。ホビージャパンさんのアニメは本当にいつもホームのような感じでアフレコも進んでおりまして、楽しかったなという思い出があります。そして今、絶賛放送中のテレビアニメ精霊幻想記では、オープニングテーマであるニューストーリーを歌わせていただいております。主題歌のこだわったところなんですけれども、こちらは曲選びの段階から関わらせていただきまして、歌始まりで、爽快な感じで始まるんですけれども、アニメとしましては、とっても重厚感のある作品なんですよね。なので、その重厚感のある中に私の爽やかな歌声を届けることによって、最終回に向けての希望の見えるようなマッチング具合になっているんじゃないかなと思っております。そして、MV の注目どころなんですが、メイキング映像とかにも映っているんですけれども、私の後ろで結構、
カラーのカーテンがなびいてるんですね。それは人力なので私を輝かせてくださる方がたくさんいてですね、本当に楽しかったなっていう思い出と、そしてあの、なんといってもアニメの主人公に寄り添った作りをしておりまして、この衣装もなんですけれども、手作り感あふれるような感じでお花も刺さっております。そういう部分も注目して見ていただければと思います。会議室をご覧の皆さんにもぜひ聞いてほしいです。よろしくお願いします。精霊幻想記、見てねー。河野まりかさん、ありがとうございました。ありがとうございます、まりんか。河野さんは学生時代どんなだったのかね。でも安定に可愛いですから、まりんかはずっと。そっか。あんな可愛かったらな。そりゃもう。楽しく過ごすだろうな。やめて。やめて。違う、豊田さんがこの怪物を作り出した。私のせい。責任を感じて。私のせい。普段だったらこんなその自分を卑下にすることを急に言わないんだから。私のせいだった。そう、完全にそう。そう、原作の原作だからね。そうだ。私、原案。原案だ。ちょ、パーセンテージ多いな。もらう気でいるわ。人の人生を踏みにじって。多いな。ということで、テレビアニメ精霊幻想記オープニングテーマ曲ニューストーリーは現在大好評発売中でございます。皆様ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやさ、その、ホビージャパンのみんなが俺をいじるのはいいよ。メロンブックスの人がじゃあ青木さんのアクスタを出しますみたいなことを言い始めてたな、さっきな。言ってましたね。そういうノリの会社なんかな。いや違いますよ。違うの？売れると思ってるから言ってきてるんですよ。いけると思ってるから。いけるっていう。じゃあちょっと深く頷いてます。すぐ会いたい俺メロンブックスの人に。すぐメロンブックスの人と直接話したい。会いたいですね。これはもうビジネスチャンスや僕になってるんですよ。一刻も早く会いたい。うわあいる。誰？しらじらしい何人ブックスの人この人はい、ということで今日なんですけど、スタケラゲストをお呼びしております。あ、メロンブックスの田中です。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。メロンの人だから。メロンの中の人です。よろしくお願いします。お願いします。はい、メロンブックスさんなんですけれども、テレビアニメ始まりまして精霊幻想記を猛プッシュしていただいてまして、はい、それはもうたくさん2週前ですかね、はいはい、でお届けしたようなグッズをたくさん、企画制作をいただいております。うんうん、あ、そう、なんかね、トヨタさんいない回だったんですけど、凄まじかったんですよ、グッズが。とにかく精霊幻想記、この度アニメ化されて盛り上がってるタイミングなんですけど、それ以前から原作が連載されてるタイミングからずっといろんなグッズ作り始めてて、愛されている。そうそうそう。しかもその一つ一つがなんか、例えばトランプだったら全部のその一枚一枚違う図柄になってるし、ね、セリフも入ってまして、それをうちが選んでなくてデザイナーさんが全部選んで本読んで作っていただいてる。メロンブックス側でこのシーンを使いたいんですけど、もう全部ストップしちゃうと。ありがとうございます。っていう人です。素敵な人だ。お好きなんですか？あ、大好きなんですよ、精霊幻想記。原作愛がある方が作るグッズってめちゃめちゃ素敵ですね。そうそうそう。このシーンが好きとか、このキャラが好きとかがちゃんと反映されるわけですからね。ちなみにそのもともとお好きだったんですか？あ、実はその2018年から弊社の方でオンリーショップをやらせていただいたんですね。でその時に、まあ、普段からグッズの曲とかはやってるんですけど、ちょっと原作をよく知らなくて、でそこであのとりあえず読んでみようと思って読んだらハマっちゃって、ハマっちゃってもうなんか3日ぐらいで全部読んじゃった。その時点で結構な感数出てますよ。結構出て 9巻ぐらい出てて、まあ、10巻の発売に合わせてオンリーショップだったんですけど、まあ、それですごいハマってしまってその熱量のままオンリーショップやったみたいな感じの、そういう出会いで始めさせていただきました。はい、ちなみにどんなところがお好きとかありますか？そうですね、まあ、あのやっぱドラマ性がすごくあってキャラクターそれぞれの個性がすごいあるんですけど、まあ、その個性豊かなキャラクターって多分いっぱいいろんな作品に、ね、いるんですけど、精霊幻想記はその子の生い立ちとか立場とか、あとは異世界転生してるのか異世界転移してるのかでまたそれが複雑に絡み合うんですよ。転生と転移って違うんですよ。違う、違うんですよ。転生は生まれ変わり。そうです、そうです。だから、その、俺よ、俺。なるほど。現世で死んでるパターン。死んでる。死んでる。が転生。転生はその自分のまま他の世界に。そうです、そうです。だから精霊幻想記そこまで結構複雑ですよ。なるほど。そうなんですよ。だから、リオ君はもう日本に戸籍ないじゃないですか。悲しいことだ。悲しいことだ。戸籍がない。魂だけが、その、
ハルトからリオに入ってる。で、ミハルちゃんとか、この間ハルさん出られてましたけど、ミハルちゃんとかは体も魂も同じ人間でやってくるんですよ。で、そこで、そのお互いの立場とか記憶とかが絡み合った時に、ものすごい壮大なハーモニーが。ハーモニー、食レポみたいな。めちゃめちゃ説明上手。ありがとうございます。そこにもう、この、キューンと来ちゃって、はいはいはい、やっぱその、自分とは全然立場違うし、私もその親目の前で殺されてないですし、スラム街でも、そりゃそうだ。そうですね。生きてないんですけど、でもそのキャラクター一人一人の、ここの部分自分と似てるかもとか、うん、あ、この気持ちわかるかもみたいなところに共鳴するときに、やっぱオタクってすごい湧いちゃうじゃないですか。湧く湧くんだよね。で、その気持ちでそのやらせていただいてる感じで。はい、そういう感じです。すいません。好きな気持ちがめちゃめちゃワンクエスチョンに対して1000アンサーだよ。10じゃない。10じゃない。めちゃめちゃ書いて、愛されてますよ。愛されてますね。ありがとうございます。もうね、飲み行ったらずっとこんな感じですよ。飲み行きたいですね。光栄でございます。ありがとうございます。すごい。だからその企画、グッズの企画を本当にされてるって、なんかどんな感じでやってるんですか？まあ、結構大事にしてるのは、もう自分もちろんその ファンであるので、まあ、自分がまあ、欲しいかな、楽しいかなっていうのもそうなんですけど、お客さんが求めてるのは私の企画ではなくて、作品とそのキャラクターとそのお客様をつなぐ部分なので、自分がそこガッと出ないようにはしてて、あくまで精霊幻想機っていうものの愛を一緒に楽しもうよっていう気持ちで。信頼できるわ、この人一生制作品すげーなお願いしたい。うんうんうん。そう、近寝でやってます。はい、ありがとうございます。すごいな。まあ、田中さんにいろいろグッズのこの希望というか、はいはい、ファン的にはこういうのは欲しいってお伝えしたら、はい、ひょっとしたら実現されるかもという。あ、もうぜひぜひ、聞きたいですね。なんか実は前にその、はい、原田さんがゲストに来てくれた時にいろいろネタ出しはしてるから、後でちょっと詳しく伝えてみようと思う。ありがとうございます。はい、では、原田さんからの伝言の方は、後ほどじっくり相談させていただきつつですね、まずはメロンブックスさん、精霊幻想機の、新作グッズを紹介していただきましょう。お願いいたします。はい。どんなグッズがあるんでしょうか。まずちょっとご紹介したいのが、うん、見ますか、ね、ありがとうございます。こちらのでーかい、まず何これ、マウスのデスクマットになりますね。なるほど、はい、すごい。もう手元マウスパッドだけじゃなくて、そうです、そうです、結構な範囲をカバーできる。このサイズパソコンでゲームする人とかにめっちゃいい。確かに確かに、そうです、ありがとうございます。そうなんですね、ゲーミング PC とかでこう、やる人は、うんうんうん、このサイズありがたい。ちょっと大きめに作ってて、まあ、キーボードよりもすごい大きいんですけど、うんうん、これちょっとポイントがあって、はい、まあ、そのリオを取り巻くこのヒロインって言っていいんですかね、ちょっといろんな解釈があるんですけど、うん、確かにね、言葉一つでもね、ヒロインってあくまでなんか守られる女の子みたいな感じだけど、そうじゃない側面もあるのが精霊幻想機。リオとその人生をね、一緒に歩んでいくその私の好きなキャラクターたちが一堂に会していて、そのちょっと時の流れも感じるような、あーなるほどねのデザインにして、ここに大きい福祉の幻想機のロゴが、ね、そうです。原田さんも情感がすごい時の流れが表現されてる、時の流れを表現してます。すごいな。まずちょっとだけ無粋なこと聞いていい？はいはいはい、誰好き？わ、それ聞いちゃいます。ちょっとですよ、待ってね、俺も無粋なの分かってる、無粋なの分かってるよ。全員好きなのは前提で、前提で、前提で、やっぱりリオが一番好きですね。主人公のね、主人公のリオが、うんうん、そうですね、やっぱりリオのことにやっぱその心がやっぱ重なる部分があるので、ずっと応援したいという気持ちで、やっぱりそこがもう原動、私の原動力になってたなってことが、まあ、大きく、はい、リオに自分のことを重ねるっていうことは、そこそこ悲しい人生を送ってないじゃん。まあまあ、ちょっと、まあ、私もこういうところのここにいた人間が分かるんですよ。これがここで、これがここで、ここにいるんでちょっと分かるんですけど、まあ、その下向きに。青木村上派の立派の。そうですね、ちょっとあの、仲間だ、仲間だ。ちょっと一緒に行かしてよ、学園、昔の。一緒に行くか、一緒にみんなで行こうよ、掘り戻そうよ、私何みんなで全力持って全力持って全力持って田中さんも今精霊幻想機の仕事できて幸せだし、俺もラジオやってて幸せだから戻んなくていいんだけど本当はいやすごいな。なるほどなるほど。デスクマットすごいね、印刷も綺麗だし、発色がめちゃめちゃ綺麗ですね。そうなんですよ、これすごい、本当に部屋にあったらめちゃめちゃいいと思います。でまたね、肌触りもちょっとラバーで入って、うんうん、あ、いや
ちょっと優しい人なんで、羽毛布団売ってんの、通販みたいなやつなんでこちらぜひ手に取っていただきたいかなというところで、はい、新商品でこちら、はい、販売しております。はい、まだまだあるの、はい、お嬉しい。じゃあこちらの大きい缶バッジで、でかい、はい、通常の缶バッジで56ミリとかで、まあ、ガチャガチャとかで出てくるこれぐらいのサイズなんですけど、これ実は15センチあるんです。でかい、でなんでこんなでかいの、あ、手さんの顔面くらいある。あ、小顔ですか、あと田さんはすごいその小顔の方なんですよ。でこれって大きいんですけど、もちろん缶バッジとして使うこともできるんですけど、ちょっと画面見せてもらってもいいですかね。じゃじゃーん、そうなんです、はい、スタンドになるんだ。なるので、もしその大きすぎて恥ずかしいとかいう時はお家でも使えるし、逆に飾りたいんだけどタペストリーまではちょっといかないんだけど、ちょっと大きくキャラクターの存在を部屋でも感じたいみたいな、うんうんうん、そのために作ったのがこちらの商品になります。っていう感じ、気持ち分かってるわ、はい、もうスタッフ一同から拍手出てる。ありがとうございます。そうなんよ、そのいわゆる板場とか作りたい人はこのサイズ感欲しいけれども、さりげなくの人にとってはちょっとやっぱりね、サイズ感しっかり、まあ、これ飾れるの可愛いね。しかもさっきこうね、そう、はい、ちょっと今のお手元はこちらセリア先生ですけれども、ここにも見るキャラ、はい、揃えていただいてもすごい、あの圧巻 のスケールでちょっと展開しているような感じなので、まあ、ぜひこちらもあの店頭で手に取っていただけたら嬉しいかなと思います。これどっちですか、飾る派ですか身につける派ですか。いや、私は飾る派にしたいです。玄関とかに置いて朝、あ、かわいい、靴をあの帰ってきた時になんか靴箱の上とかにね、行きますみたいな感じで、行ってらっしゃいって言ってくれるような、そうそうそう、そんな感じでなんか応援してもらいたい。ああ確かに、玄関に置きたいかなって。巨大缶バッジとドライフラワー飾って、オーエルルーティーンみたいな感じでやっていきたいなと思ってます。めちゃめちゃ可愛い。いいいい、いちいちサイズもでっかくて嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ぜひぜひちょっと手に取ってください。そう、嬉しいです。目の前で見ると全然印象変わると思います。はい、ありがとうございます。これはいかがですか。はい、ちょっとあの最後になんですけど。今あのセリア先生のワクワクマジカル教室というのがあの YouTube の上がってますね。そこの会議室が上がってる YouTube と同じやつです。そうですね、あ、よろしいですか。で、ありまして、そちら のミニキャラクターを使わせていただいてる、かわいい、はい、作りになってまして、これ最速グッズ化になるので、あの、ぜひぜひ手に取っていただけると。なるほど、まだあの YouTube の動画ではあるけど、グッズになったことがなかったんだ。ね、なので、うちが一番最初に作らせていただいてます。かわいいんですよ、そう。サイズもちょっとちっちゃいので、うんうん、あの大きいアクリルキーホルダーも一緒に売ってたりするんですけど、こちらちょっとそのコンパクトなので、例えばそのカバンの中とかにつけても、うんうんうん、あの外に見えないにつけたりとかしても、あのこう女子的な考え方が内側に向けて、ね、つけたりとかしても愛が主張するだけじゃないんだ、ね、はい、そうですね、愛が高まるかなと。隠すおしゃれもあるから、はい、ありますので、内側のそのチャックのところについて、あ、そうですね、開けるたびにちょっと眺めたりした、自分だけがね、そう、分かるみたいな。まず南くんの恋人から、ここに自分だけが知っている胸ポケットに、そう、ここにいる恋人、深きょんとドラマ版のドラマ版のね、感覚も味わえますので、高橋由美子も好きです。新旧両方出てきた武田真嗣の頃の南くんも出てきたどっちもね、入れられます。よくご存知ですごいですね、おすすめでございます、はい、ありがとうございました。で、まあ、いろいろとですね、あの、はい、こちら紹介していただいたんですけれども、ここで相談がございまして、はい、前に、はい、原田さんがゲストに来てくれた時に、はい、実は勝手にですね、はいはい、グッズの企画案をしております。あ、ありがとうございます。ちょっとお伝えしたいです。あ、いいんですか。どうします、原田さんのやつ。まず一番その我々的にもうトップのアイデア、うんうん、これはいけるだろうっていうのが、はいはい、ぬいぐるみ。おぉ、ぬいぐるみ。ぬいは欲しいですよ、かなり。ぬい欲しいな、ないんで、その企画自体は。そうそう、逆に言うと、原さんが言ってくれた時に、あ、まだないんだっていうことに結構、そうそうですね、基本的にも驚きないですね。ちょっとこれかなり熱くて今、熱いんですか今、ぬいぐるみ。かなり温度4度ぐらい上がってるぐらい。あ、旦那さんの中で言ってます。ぬいが熱いの話じゃなくて。そうですね、あの、精霊の、そうですね、精霊のファンの方としても、なんか、いや、絶対欲しいって多分、同じ気持ちに多分なってると、パスが多分今繋がってるんで。今、みんなの潜在意識が、みんなと、脳が一つに、空中で。欲しいよね、みたいな、欲しい欲しいって。聞こえてるんで。話してる。他のファンのみんなと話してる。声聞こえてる。
えてきたんで、ちょっとこれはちょっと持ち帰ってやりたいかなみたいな。いいじゃない、いいじゃない、素敵になりそうな。結構だからその、はい、ほらイラスト的にもさ、はいはいはい、そうですね、そうですね、そういうちょっとこうペターンってなってるやつとか、うんうん、いいですね、並べると可愛いやつとか、うん、なんか重ねたりする。そう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 、いい。それもまたその玄関とかに置いて、玄関がどんどん。全部玄関。絶対欲しいです。いいですね。かなり。はい、交換色。はい。こちらちょっとすぐ持ち帰らせていただいて、なんか頑張りますので、よろしくお願いします。せっかくだからトヨタさんとかも考えていく、なんか。え、グッズ？え、でも結構ラインナップ。今タペストリーとかもあるんですよね。うん、あるあるある。この、そうですね、私これ好きなんですよ。ねえねえ、これこれなんアクリル、これそうそう、アクリルなんですけど、ちょっと印刷方法がかなり綺麗なアクリルです。高精細 3D みたいにちょっと見えてくる。確かにめちゃめちゃ綺麗ですよ。そうなんですよ。行きましょうか。でででアート作品みたいな。前回来ていただいた原さんにもサインを入れていただきました、ね、そう、表面すごい綺麗だし印刷も綺麗だしで、めちゃめちゃ高級感があるんですよね。これすごい、うん、アクリルボード、でも本当になんか全然面白みも何もないんですけど、個人的に欲しいなって思うグッズはなんかスマホ関連。あ、結構ありますありますね。すでにある。すでにあります。面白みないなって。前回モバイルバッテリーとかもありますね。カバーとかもちょっとあったりとかするので。あ、なんかスマホリングとか。あ、スマホリングいいですね。あ、リングいい。リング派なんですよ。ああ、知らない。いいですね。私がリング派であるから作ってほしい。理由は私がリング派だからっていう。ちょっといいっすね。いいっすね。かなりいいと思います。ありがとうございます。はい。あと前回ネタ出しの時に使われてるかどうかわかんないけど、俺が言ったのはあれです。充電スタンドってあるじゃないですか。ケーブル挿しにあって置くやつだ、はいはいはい。あれでなんか、その置くと、その、精霊元素の中の世界観の魔法陣とかが。めっちゃいい。中二心くすぐる。なるほど。実は、ちょっと、その、魔法陣は出ないんですけど、ワイヤレスのやつに。ある！あ、ある。やっぱもう、思いつくのは、比較はしてて。ワイヤレス充電器があるって珍しい。あるんですよ。まあでも、発売は多分今はしてない。はいはいはい。で、比較は進んでる。比較は進んでるので、いつか、その、また皆さんにちょっとリリースはできると思うので。ちょっと待って、悔しいわ。何すか？なんか誰も思いついてない。確かに確かに。せっかくだから一つ。悔しい。前、これ、電気ケトルって言ってみたけども、それはでも、精霊元素電気ケトルは意味わかんないからあ、そうだ、あと原田さんが急に間接照明間接照明でも確かにおしゃれおしゃれおしゃれではあるけど、ただ意味わかんない、精霊幻想機の間接照明どうやって表現していいかわかんないかんざし、かんざしは原作に登場するんです。あー、そうそうそう、じゃあそういう、イオ君がプレゼントするやつ、そういうのはいいですね、うん、そうですね、今言ってもらったのは確かにない、うんうん、確かにないないが、それはそれはないですよね、ないないがないというだけちょっとここから大人の事情でちょっともう私の口からも存じ上げます、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと私もかなり有名膨らんだ感じで、いやいやいや、ありがとうございます。ではではグッズの話なんかもいろいろしてきましたけれども、最後になっちゃいますけれども、はい、田中さんから何かお知らせなどございましたらよろしくお願いいたします。はい、そうですね、メロンブックスでは今精霊幻想機を超応援したいという気持ちをたくさん込めたあの大きなフェアをやってまいりまして、はい、その名も精霊幻想機超プッシュ祭りというものがわかりやすい、こういうもの、はい、ちょっとします。でこちらなんですけど、あのメロンブックスの方で精霊幻想機の還元商品を買っていただくと、うん、はい、1000円ごとに1ポイント、税込み1000円で1ポイントつけてお客さんに渡すんですけど、うん、その貯まったポイントに応じてその超プッシュ祭りでしかもらえない景品と交換できるよっていうフェアがあるので、まあ、その例えばアニメとか見られて、あの原作も読んでみたいなとか漫画とかもちょっと読んでみたいなって方、あとはこういうグッズとかも欲しいなって方、うちでお買い物すればするほどお得だし、精霊幻想機のグッズもいっぱい手に入るしっていうので、ちょっといい。グッズ買ってグッズ手に入る。そうです。無敵じゃないですか。無敵なフェア。永遠にグッズが手に入り続ける。そうなんですね。で、ちょっとあの、SS リーフレットが6ポイントの景品であるんですけど、こちらの北山優里先生に書き下ろしていただいた、うん、おー、素晴らしいものになるんですけど、ちょっと内容がすごくエモくて。エモの話。エモなんですよ。で、多分今、3話までアニメは終わってると思うので、その内容を踏まえた上でその6ポイントの小説読んでもらうと、もう滝涙みたいな感じになっちゃうと思うので、そのレベルのやつがプレゼントでもらえるの、6ポイントでもらえるんで、ぜひあのこちらチェックしていただきたいなって。すごい、はい、他にもあの魅力的な景品ちょっと用意したので、あの概要欄の方にリンク貼っていただきます
ぜひ見てください。お願いします。素晴らしい。あともう1点よろしいですか。告知が出てると思うんですけど、天然幻想起点 の, あの作品展の方をあの、うん、メロンブックスの方であの企画させていただいてまして、告知が出ておりますので、こちらもあのぜひチェックしていただければと思います。はい、お願いいたします。いいでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。いや、では本日はですね、たくさんの熱い思いありがとうございました。ありがとうございました。メロンブックスの田中さんでした。ありがとうございます。それではここで HJ 文庫からのお知らせです。毎月フレッシュなインフォメーションアシスタントさんがナレーションを担当してくれております。ではではよろしくお願いします。今週のインフォメーション、HJ 文庫7月31日発売の新刊、空を飛べないアイドルと飛行機オタクの青春飛行エンターテイメント、果てない空を君と飛びたい。雨の日にアイドルに傘を貸したら二人きりでレッスンをすることになった第1巻、恋人越えの幼馴染が送る初々しい二人のイチャイチャラブコメ。ねえ、もういっそ付き合っちゃう。幼馴染の美少女に頼まれてカモフラ彼氏始めました第1巻。綾乃を狙うストーカーが出現、バレバレ片思いラブコメ。いつも塩対応な幼馴染だけど俺に片思いしているのがバレバレで可愛い第2巻。王の力で最弱が最強へと覚醒する異世界バトルファンタジー。最弱無能が玉座へ至る、人間社会の落ちこぼれ、亜人の眷属になって成り上がる第3巻。世界最強の魔法師が圧倒無双、最強魔法師の隠遁計画第13巻。書き下ろしショートストーリーなどの各種特典情報は概要欄にある HJ 文庫公式ホームページのブログや HJ 文庫公式ツイッターを確認してくださいね。続いては8月2日発売のコミックファイアの新刊情報。新シリーズ、最弱無能が最強へと変貌する学園異能ファンタジー。最弱無能が玉座へ至る、人間社会の落ちこぼれ、亜人の眷属になって成り上がる第1巻。大人気異世界グルメ革命コミック、異世界料理道第6巻。テレビアニメも放送中、累計160万部突破の異世界転生ファンタジー、精霊幻想記第7巻。詳細はコミックファイア公式ツイッターをチェック。完璧を演じるお嬢様とのお世話から始まる甘々ラブコメ。才女のお世話、高嶺の花だらけな名門校で学院一のお嬢様かっこ生活能力皆無を陰ながらお世話することになりました第1巻。大好評で重版決定。続刊決定に続き PV 企画もスタート。続報をお待ちください。以上、今週のインフォメーション、担当は森田鈴香でした。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。以上、 HJ 文庫からのお知らせでした。エンディングでございます。その豊田さんにも来ていただいてもちろんありがたいんですけど、はい、そのこの会議室にまつわる人物が全員変な人だなんかあれ、うん、ありがたいよ、ありがたい。そうか、もう、うん、村上さんのことも言ってるよ。いや、入ってます。めちゃめちゃ流暢にいろんな思い出話してくれるしさ。まあまあまあ、やっぱそのね、オタクって影の暗い思い出あるもんじゃないですか。そうそうそう、闇の思い出はね、うんうん、それはやっぱちょっとこうね、すぐ引き出し開くようになってるんで。いいな、みんなでやり直そうな。みんなでリベンジしようしましょうね。でみんなめっちゃいい人。そうなんですよ。変な人っていい人じゃないですか。わかるわかるわかる。わかります。こっちもなんかそのいじんないっすよ、そんなちゃんとした人というかそのなんかそのこの人いじれないだろうな。そうなんか本当にビシッとした感じだったらいじれないのか、本当に各社あのメーカーさんとか版元ってわかるけれども。なんかね、いじっても大丈夫そうな空気を出してくれてるのここにいる全員いじれる一人一人から過去の思い出を聞けるからないつ自分が主人公になってもおかしくないな、ここにいる人間は。そうだよ、バブだと思いきや主人公の可能性ありますから、あるからね、スピンオフ作品であるからね、全員分全員分めちゃめちゃあるな次回以降ひょっとしたら急に今まで出てこなかったスタッフがめちゃめちゃフィーチャーされる回があるかもしれません。楽しいな、それはそれで戸田さんもありがとうございます。またまた
次回いますかね。わかんないのこれは。わかんないけど、うん、痛いな。これもいてくれたらありがたいっす。なんかここ居心地いいわ。またダンボールに書いてきますよ。え、また書いていいの？また書いていいの？また書いていいの？なんかレア度なくなるかも。雑魚敵みたいです。よく見る敵みたいな。もういやこの星にいらねえんだよ。そうそうそう、低レアリティの感じですね。そうそうそう、まあ、とにかくまたよろしくお願いいたします、ね、お願いします、今週はここまで。お相手は、準編集部員の豊田萌と HJ 文庫15周年応援隊長特別編集部員の青木優馬でした。バイバイ。 バイバイ。